これから着なくなった服のドネーションに行くんですけど、今ゆうちゃん、It's okay. It's a... ゆうき、stop! ゆうき、stop! Oh my god! これ、フォックススタジオ。Oh my god! フォックススタジオの前です。ゆうちゃん、stop! stop! ユングインスティテュートですね。カール・ユングの。はい。アメリカのマクドナルドですね。今私はあのピコブルーバードという通りを通ってますね。はい、今これウェストウッドブルーバードというところで、これまっすぐずっと行くと UCLA とかがある場所なんですけども、この通りにあるグッドウィルといういわゆるドネーションセンターにね行きたいと思うんですけど、結構距離あるんですよ。あのうちの近所にあったグッドウィルがコロナで閉まっちゃったので、少しドライブしていきます。 I'm going to GoodwillGoodwill Donation Center, the closest one from my house, got closed because of COVID. So due to COVID, so I have to drive for a little bit. I'm in Westwood right now. すごいですね。あそこなんか工事してるんですよ。大きなアームみたいなのが動いてますね。左側見えるでしょうかね。あ、通り越しちゃった。まずい。あ、もしかしてまだ待ってた、ここでね、私あのコロナの検査この駐車場で最初のやりました。グッドウィルのね裏口なんですね。裏の入り口というわけでね、あのコロナのこともあるのでちゃんとサングラスしてマスクして、これから着なくなったお洋服をドネーションしてきます。 I put a mask and sunglasses to donate my clothes. OK? I'll see you later. Bye. はい、そんなわけできちっとドネーションできました。読まなくなった本もいっぱいドネーションしました。 I donated my clothes, huge two bags and a full box of books including Japanese mangas because no one wanted to get it from me, so I got tired of waiting and then I donated them. Okay, talk soon. さて、思いついたら英会話の時間です。今日から突然始まりました。さっきマクドナルドの前を通り過ぎたんですけれども、英語でマクドナルドは何でしょうか。マクドナルド、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 マクドナルドっていうのは日本語です。マクドナルド、言ってください。一緒に、ゆうきも一緒に、マクドナルド that I don't go to OK、 バイバイ。今信号待ちなのでもう一つ追加で、ドナルドダックって日本語ですね、ドナルドダック、ドナルドダックはドナルドダック、ドナルドトランプはドナルドトランプです。ね、ゆうき、ドネーションセンターが、日本食料品屋さんに近い、近いところだったので距離的に少し遠くまで行って、今ソーテルブルーバードというところを、これがリトル大阪と言われるところです。リトル大阪、はい、これがね、あのまだ日本人町にはならなく、もうちょっと行くと、日本の食べ物屋さんとか、まあ今韓国がまた増えているので本当に完全に日本かって言われたらちょっとね分かんないんですけども、これがリトル大阪と呼ばれる。私はいつも食料品はこのリトル大阪と呼ばれる、私はリトル大阪と呼ばないんだけども、ソーテルブルーバードというところで、買いますね。はい、この通りをね越えるといろいろお店が出てきますね。これがリトル大阪と呼ばれるところで、そこに風来坊なんてのもありますよ。風来坊、私は行きませんけど。というわけでわざわざね、ソーテルまで来たんですけど、なんか混んでたんで、車もいっぱいいるし、もう帰ることにしました。ゆうきに無理させられないからね。お家に帰ります。そして少し涼しくなったらお散歩に行こうと思います。今日は真夏日ですね。本当にびっくりしちゃいます。私、昨日の夜8度ぐらい熱があって、どうしちゃったんだろうと思いましたけど、今日になったら下がりました。やっぱりいろんなストレスで、ゆうきの子供の心配とか、まあいろいろあって、熱が出たんだと思います。いやいや、今日金曜日なんでね、やっぱりすごい道が混んでますね、本当に。
空は多いですけど。It's so crowded because it's Friday, I guess. But the sky is blue. That's good.